さあ、ニーピーが先方が決まりました。先方エンスレイヤー、それに対して2人揃って声を合わせて行けと命令して出てくるのはヘブンコベノム。さあ決勝戦、先方戦はヘブンコベノム対エンスレイヤー。なんだ、さあ先方戦ベノムスレイヤー、開幕2敗はテイクバックダッシュ、相打ち、小刻み中段ガード、中段取って一旦9時に逃げる、マッパンチ、足払いでディステを止めている、カーカスから金バースト、ダークエンジェル下段刺さってバースト、 KP からスティンガーをして6回は届かないが、金 S から投げていく、さあ飛んで逃げるがジャンハイ D から残り1割、足払いまで決めて一本選手はヘブンコベノム。第2ラウンド、KS ハイで突っ込んでいくが、中段はガード飛んでいる、マッパハンチをフェイントしてからの中段、しかしここは金 S 投げ仕込み、ボール3つ投げてエスカーカスからジャンケー当たってバースト、エンエスダッシュが出ないか、さあ 2K でディスを止めている、 6P に6敗から FB モビット 2K スカして投げる、しかしミスる、ジャンケーカウンターから DOT、 一気に殺しきったエンスレイヤー、最終ラウンド、さあカーカスがカウンターしてるが飛んで逃げる、投げているのはスレイヤー、タッチ系から中段、そして吸血 2S 足払い、中段タッチクライダーが2回届かず、逆に逃げるジャンケーからバースト直下、さあ 2K 刻んでいき、ジャンケー P から下段刺さって、ジャンハイからジャン D からバーストが使ってしまうが、デュービスループさあミスってしまうが投げている、金 S 円 S からタッチ K テイクダッシュ突っ込んでいき、中段ガード、下段ガードの P KS 足払い、勝ったのはヘブンコベノム。さあ中堅で出てくるのはマルケンバイケン、先方中継戦ベノムバイケン、開幕 S スティンガー投げ、着手を投げている、 6P6 回から受け身狩り、 PPP と今度は突っ込んでいくが、金 S 6K からテイク予算青、 PPD で画面端に持っていく、 6P はタイミングをずらされたが、金 S が空中カウンター飛んでいる、ジャンハイ上側から空中投げ、下段刺さってジャンプ D、 SD ガード2敗対空だがテイクダッシュ突っ込んで 6K 畳返し、 PD の SD 青から畳返し、 SD の SD 残り1割、金 S から畳返し当たって、陽山線繋がっている、
一本選手はマルケンバイゲン、金 S 着地に合わせる、金バーストはガードしている、スティンガー相打ちから回り込みだったが PPD 2K 刺さって置き攻めが SDP SPD か、陽山戦2回から立ち杯畳み返し相打ちから 6P6 杯の NS ダブルヘッドモビット、足払いダブルヘッドモビット、さあジャンプ D まで切ってとどめを刺す、一本取り返すヘブンコベノム、最初ラウンド空中投げジャンハイ重ねて 2K バースト、 SPK の空港持ってって SD 大き攻め、さあ2敗体育 SPP 金 S から下段代わり空中ヒット、そしてジャンケイから足払い、しかしジャンプに入らず空中投げ立ち杯、陽山戦裏もガードシール、陽山戦しかし金 S 潰してジャンプ D、 さあ残りドットだがスティンガー2敗対空のスティンガー6敗バスト BP とデグダッシュ突っ込んでいったマルケンバイケン